東京大阪間およそ7時間片道で、大阪さんなら大阪、はい、それが新幹線ができたことによっておよそ4時間、今は2時間半ですから、もっとここからさらに短くなってますけども、3時間も短くなったってのは本当に超特急だったんです。で、大きっかけになって、まあ要するに太平洋側だけじゃなくて、日本海側にも欲しいんですよね。ルートが欲しい、そういうことでしょうね。で、1964年に開業した東海道新幹線がもう本当に東と西を結ぶ日本の大動脈となったことから、うん、じゃあ1970年全国新幹線鉄道整備法というのができたんですね。法律ができるな。はい。で、これが、まあ、本日のゲスト伊藤さんによると、まあ